皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。6月に入り雨が多くなりますが、これからホタルが見られる季節ですね。姫路市内でもいくつか観察できる場所があります。皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。それではまず町の話題です。はじめに5月20日姫路城西屋敷跡庭園考古園で煎茶会が開催されました。四季折々の豊かな表情が楽しめる考古園、新緑の緑豊かな庭園には爽やかな風が流れ、心地よい散策を楽しめる季節となりました。考古園ではお抹茶が楽しめる大茶の湯を春と秋に毎年開催していますが、その他に煎茶会を姫路煎茶会周見流の協力で開催しています。会場となった長恩祭からはお屋敷の庭が眺められ、この日はおよそ260人が煎茶を味わいながら考古園の風情を楽しみました。どなたでも参加できるこの煎茶会、外国人観光客など考古園に訪れた方々は煎茶のお手前を楽しみました。考古園では年間を通してさまざまなイベントを開催しています。季節によって移り変わる庭園の風情が楽しめる考古園、皆さんぜひ訪れてみてください。次に5月27日姫路市的形町の福泊の磯で磯の生き物を観察しよう春の磯観察会が行われました。このイベントは姫路市立水族館の職員の解説で磯に住む水生生物に関する知識を深めるもので、春の磯に住む生き物を採集し水族館の職員がその生態について分かりやすく解説します。姫路市立水族館の毎年人気を集めるイベントです。参加したのは14組42名の親子。はじめに水族館の職員の注意を聞いた後、いよいよ観察開始。自然の姿が残る岩場の周りや岩と岩の隙間など、生き物が住んでいそうな場所を探していきます。磯辺には小さな生き物が数多く生息しています。ヤドカリやカニ、イソギンチャクなどのほか、ウニの仲間やヒトデなど見つけることができました。参加者は実際手に取って感触を確かめたり、図鑑で確認しながら水族館の職員の解説を聞きました。石ガニです。こちら
かりますかね。今ちょっと持ち替えますね。足、一番下の足が平らになっているの分かりますかね、皆さん。これはあの遊泳脚って言って泳ぐための足です。この足を使って泳ぎます。あの参加してよかったなと思います。あ、本当ですか。はい、なかなかこういうところは来ないんで。おお、すごーい。こんな触ったことある？ない。この日参加した親子は身近な磯に住む生き物に触れ、新たな発見ができた貴重な時間を過ごしました。続いて広報推進員のコーナーです。あ、皆さんこんにちは。広報推進員の大山彩乃です。今私たちの生活に密接に関わっているスマートフォン、姫路市のホームページアクセス割合もパソコンが4割、スマートフォンが6割となっています。そこで姫路市はより多くの方に効率的に情報をお届けできるアプリ、姫路プラスの配信を始めました。6月1日から配信を始めた姫路市公式アプリ姫路プラスは、多くの人が利用するスマートフォンなどで姫路市の情報をより効果的、効率的にお届けするアプリです。この姫路プラスでは市の最新のお知らせや観光、イベントの情報、手続き案内など市民の皆さんの生活にとってプラスになる情報を発信します。今回は皆さんに姫路プラスの機能と魅力をご紹介します。早速姫路市情報発信支援員の井出さんにお話を聞いてみましょう。井出さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。姫路プラスは県内で初のアプリと聞いたのですが、どういうところが県内初なんですか？はい、今自治体で配信しているアプリのほとんどが子育てや防災など個別の情報に特化したアプリです。この姫路プラスはホームページや広報誌などに掲載している市政情報全般を配信する自治体アプリとして県内で初めてになります。市からのいろいろな情報をこの一つのアプリで確認できるということなんですね。そうなんです。姫路プラスには姫路市で開催するイベントの一覧や姫路城の紹介、観光スポットなどの観光に関する情報、緊急情報やハザードマップなど災害に備えた情報も確認できるんです。他にも戸籍の届け出や各種証明書の案内、子育てに関する情報など皆さんの暮らしに役立つ様々な情報が確認できます。大変便利なのは分かりましたが、なぜアプリを作ることになったんですか？これまでホームページで欲しい情報を見つけられないという意見や、市のアプリを作ってほしいという要望を市民の方からいただいていました。姫路プラスではカテゴリーごとに情報が並んでいるので、見やすく分かりやすくなりました。そして特にホームページや広報誌と大きく違うのは、自分で情報を探すだけではなく情報が届くことなんです。自分の探したい情報が届く、どういうことですか？これを見てください。メニューの一番下にある共通設定です。ここで興味のあるカテゴリーの設定やご自身に合った設定を選んでいただくと、選んだカテゴリーの最新情報が自動的に配信され、音や画面表示でお知らせしてくれます。さらにホーム画面のイベントカレンダーにも表示されるので、イベントが把握しやすくなります。通知があれば情報を見逃すことがなくなりますし、欲しい情報だけ通知を受け取ることができるのはとても便利ですよね。はい、実はこの姫路プラス、便利の機能がもう一つあるんです。大山さん、この食のおもてなしマップを見てみてください。ここでは地元食材を使った飲食店を検索することができるんですが、姫路プラスは地図アプリと連携しているので、見つけたお店までルート案内をしてくれるんです。
これならお店に迷わず行くことができますね。この機能は食のおもてなしだけではなく、避難所や公園、駐車場などへのルートも教えてくれるので、より皆さんの生活に役立つと思います。姫路プラスには私たちの生活に役立つ情報と機能が満載ですね。私も早速ダウンロードしてみたいと思います。姫路市公式アプリ姫路プラスは、 iPhone をお使いの方は App Store から、 Android 端末をお使いの方は Google Play から、姫路プラスで検索してダウンロードしてください。アプリの利用料は無料ですが、通信料がかかります。一部利用できない機種がありますので、ご注意ください。ダウンロードが完了しました。では早速起動してみてください。最初の起動時に共通設定を設定します。先ほど教えてもらったものですね。はい、この設定はいつでも変更することができるんですよ。変更する場合は共通設定からそれぞれの設定を行います。カテゴリー設定の場合は受け取りたいカテゴリーのみチェックを残して設定をしていきます。これで設定は完了です。あ、早速通知が届いたみたいです。こんな風に届くんですね。これなら情報の見逃しがなくなりそうです。そうですね。今回ご紹介した他にも、姫路プラスには役立つ機能が盛りだくさんです。市民の皆さんは情報を探す手間が省け、姫路市は必要な人に必要なタイミングで情報を届けられます。この姫路プラスを通して、より多くの方に情報を効果的に届け、姫路をもっと身近に感じていただきたいです。そして今後も姫路プラスはさらに充実していく予定です。皆さんの生活にプラスを、ぜひ姫路プラスを活用してください。姫路市伊勢自然の里環境学習センター施設ボランティア募集についてご案内します。活動内容は月1回程度、土曜日、日曜日、祝休日に田んぼの学校や自然観察会などのイベントの補助や施設整備をします。対象は自然環境の保全活動や生き物の観察、米作り、自然素材を使った工作などに興味のある人。封書かファックスまたは電子メールでお申し込みください。件名と郵便番号、住所、参加者全員の氏名と振り仮名、年齢、電話番号、学生は学校名と学年、性別を姫路市環境政策室までお願いします。随時受付しています。詳しくは姫路市環境政策室、電話番号 079-221-2468 までお問い合わせください。最後にハッピー姫実行をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。